本のマット上条件を日本マットに帰ってきました。長寿ブルーザーのみ21年世界最強優勝チームであります。今度はマンステンクリダン初優勝なるか。ペリーゴディウエスタンバリアットでキングコング対決だ。公式戦30分の一本勝負であります。本当に興奮のぶつぼと化しました。超超満員の水道橋後楽園ホールのリング上であります。さあ山田さん、いよいよ世紀の一戦、世界で初めて実現したハンセン対ブロディの対決ですね。そうですね、私もね少なからず興奮してますよ。そうですね、ハンセン軍団はご存知スターハンセン投了控えに入りました。テリーボディそしてブロディスネーカー組はジミースネーカー登場。まずブルーダー、満点ですね。山田さん、そうですね、今の場合もね、ブロディは完全に計算した逃げをやってますね、はい、でどちらかというとハンセンは猪突猛進型、一方のブロディは非常に考えるレスリングをやるというタイプですから ね、 この辺の極を実実の駆け引き、この辺も見逃せないですね。これぞ山田さん、超ドリームカード、新刊ハンセン対長寿ブロディ。さあ長寿ブロディがリングの中に出てまいりました。まだ両者一度、初めて組み合いました。見ましょう、初めて組み合いました。さあ力と力の激突、スーパーヘビー級の激突、両者まだ当たっていません。まだ当たっていません。両者分かれました。対角線上に分かれました。まだこの対決をずっと見てみたい。さあ間を取ってますね山田さん ね、 そうですね。両者まだ今ガブリオスに組んだぞ。サイドのヘッドロックに取ったブルーザーブロディ、おっと右手が胴に回った。スタンハンセン押された。もう一回ロープに押すブルーザーブロディ、キック外した、ハンセン外した、ラリアット外したぶつかった、両者倒れたフラウンだ。両者が倒れました。まだ分かりません。まだどっちが強いのか分かりません。すごい勝負であります。まだまだ分かりませんね山田さんね。そうですね、今のところね本当に五分と五分という感じですね、両方とも力余って場外に転落しましたね。まあ多少何度もこの余裕もし戦わばというムードもあったんでありますが、とうとう時間が解決してくれました。この日本の東京水道橋後楽園ホールで実現、まさに全日本プロレス創立15周年を飾るにふさわしいプロレスさんが最も見たいクラブで実現しています。世界のマット界、本場のアメリカのマット界でさえ実現しなかったドリームカードであります。さあブルーザーブロディから一旦はジミースヌーカーにタッチが行われます。今夜は87年世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦でありますが、今度パートナー同士の山田さんすごいですね。そうですね、いやまた文句なしの超一級品ですね。本当そうですね、ジミースヌーカー対ペリーゴディ、スーパースター同士4人の選手、これぞ本当に本当に超超夢のカードであります。さあ両選手の勝負を見ましょう。ジミースヌーカーとテリーゴディであります。さあこの両者はアメリカで対決シングルマッチはあるんですかね。いやないでしょうね。ないですね、この両者の初対決ですね。スヌーカーが飛んだフライングボディアタック、さあ13射テリーゴディであります。さあいいぞ、いい構えを見せます。テリーゴディのパートナーはスタンハンセン、ジミースヌーカーのパートナーはブルーザーブロディであります。いや本当に山田さん役者が揃いましたね。そうですね、スヌーカーもですね、非常に動きが軽いですね、本当にスーパーフライというふうにふさわしい動きをしてますね。この両チームの戦いは本当に素晴らしい勝負、勝負がリーグ戦であるだけにどういうふうな展開になるのか、もう本当に一寸先は闇というような感じがいたします。この世界最強タッグ決定リーグ戦は最多優勝チームが優勝、勝ったチーム2点、時間切れ1点、負けたチーム0点、両チームリング
0点というこういうルールでありますが、さあ4人の選手が出てまいりました。さあブルーザーブロディの相手はテリー・ロディだ。ジミン・スルーカーを相手にするのはスタン・ハンセンだ。ブルーザーブロディとスタン・ハンセンはまだやり合っていない。何か意識している、何か意識している、そういう感じ。ブロディとハンセンエプロンに入った。再びパートナー同士の対決、何か意識があるんでしょうかね。そうですね、それと同時にね、はい、公式戦ですのでね、非常に慎重な一面が見られますね。そうなんですね、何としても得点をしたいと、はい、この一戦を逃がした方がかなりマイナスポイントが大きいんですよ。そうなんです、それだけに本当に慎重を期しています。このハンセンのパートナーテリー・ゴディもブロディのパートナージミー・スルーカーもその得点の大事さをよく知っています。ジミー・スルーカーを押した、跳ね返した、力もありますテリー・ゴディ。おっとジミー・スルーカーが飛んできた。いよいよスーパーフライだ。この上半身すごい筋肉をご覧ください。いやジミー・スルーカーも久々に見ますけれども、肉体衰えてないですね山田さん。そうですね、素晴らしいですね。そうですね、ブローザープロディも動き出しました。キングコングのキックだ。テリー・ゴディも受けます。テリー・ゴディがキングコングのキックを受けました。さあすごいぞ、また打った。今度はテリー・ゴディも負けておりません。あ、相手はもうブローザープロディ目いっぱいやります。担ぎ上げた、叩き落とした。テリー・ゴディもこの世界最強タッグ決定リーグ戦で大いに株を上げたいでしょうからね。そうですね、まあ、今回は絶好のチャンスですね。はい、後ろから反戦が回ります。ハンセンのターゲットはブルーザーブロディだ。ハンセンのターゲットはブルーザーブロディ。ジミー・スルーカーが間に入ってまいりました。この勝負はテリー・ゴディとブルーザーブロディでありますが、ハンセンコーナーに来た。さあハンセンとブルーザーブロディがまた激突、本格的に激突。おっと脇腹に一発パンチを浴びせました。さあ日本での人気はハンセンが上、しかし大学の先輩はブルーザーブロディであります。ウェストテキサス大学の先輩後輩ですよね。そうですね、ブロディの3年先輩ですね。しかし日本のリング上では、そしてこのラリアットを世界に広めたのがスタン・ハンセン、人気では1枚上でありますが、さあしかしそのスタン・ハンセンの牙城を絶対に破ろうとする男、それがブルーザー・ブロディ。俺が日本でもヒーローになってやる、そういう考えがあるようですね。まあ当然でしょうね。そうでしょうね。さあスーパーフライジミー・スヌーカーが背中越しに飛んでまいりました。まだしかし両者ブルーザー・ブロディとスタン・ハンセンはラリアット合戦もありません。それからキングコングニードロップも打ちません。18番はまだ隠してますね。そうです、隠しているというよりか両者が打たせないんですね。お互いに牽制し合ってますからね。そうですね、まあ、今おっしゃったように、はい、スタン・ハンセンの場合腕を利用したラリアット、それから一方のブロディの場合は膝と足を利用したキックとニードロップですね、はい、この辺足と腕の違いはあるんですが、非常に象徴的ですね。まあ、超一流同士の戦いというものは山田さん、もう何て言うでしょうか、どうなるかというような期待が超満員のファン、後楽園ホールのお客さんの期待なんですけれども、その見応え十分な勝負を見せてます。さあ2人がまたやり合ったぞ。ブルーザーブロディとスタン・ハンセンがやり合っているぞ。すごい勝負だ。思えば昭和56年のプレー、世界最強タッグ決定リーグ戦の決勝戦、蔵前国技館に突然スタン・ハンセンが乱入。ブロディ・スヌーカー組を優勝へ導いたのであります。以来57年からミラクルカバーコンビを結成。3年間というものは鳥獣コンビの名を欲しいままにいたしました。しかし余裕は言ってましたけれども、山田さん、敵に回したら世界で最も危険な相手、このように両者は感じているようですね。お互いそう感じていることは間違いないですね。そうですね、そしてこのリーグ戦で雌雄を決することになったのです。相手が違います。ブルーザーブロディの相手はサンハンセンのパートナーテリー・ゴディであります。テリー・ゴディもやりがいがありますね。さあこの選手もね、アメリカではもうご承知のように超一流ですからね、はい、そうですね、さあ両者手四つの体勢、まさに力対力でやります。公式戦87世界最強タッグ決定リーグ戦、ブルーザーブロディジミースヌーカーチームは今夜初めての対決。ハンセンゴディ組は、勝ち点2点を挙げているわけであります。さあ後楽園ホール、さあもう水を打ったようにシーンと静まり返りました。スーパースター4人の対決。さあおっと今ジミー・スヌーカーにタッチがあったようですね。そうですね、あったようです。さあ今度はジミー・スヌーカーがトップロープに上がって得意のさあスーパーフライを見せるのかどうか、分断いたしました、相手を分断いたしました。今度はジミー・スヌーカーが前進、前にやってまいります。テリー・ゴディの前にのやってまいりました。そしてフライングメア首投げで一旦自分のペースを取って、さあエルボー力こぶでいくか、力こぶかフィストドロップを打ち込んでまいりました。ジミー・スヌーカーであります。ジミー・スヌーカーの役どころとしては今日は何でしょうかね。やはりかき回しでしょうね、はい、かき回し、はい、
もうあの先兵となってかき回しておいて、もうやっぱりブルーザーボーディの必発の一投をね、投げつけるということでしょう、そうでしょうね、そうでしょうね。さあ陵侑が今エプロンに入りました。パートナー同士の対決もこれも本当にスリリングな展開であります。この両者の実力の判断もなかなか難しいですね。そうですね、しかしあの須野香が一生懸命かき回そうと思ってるんですが、なかなかテリーゴディもそうはさせじと、いうことですね。人間魚雷が前に出てまいりました。パワースラムかな、パワースラムかな、技を知ってるゴディ、ゴディ、ゴディ、おっとおっと鳥獣が走った、鳥獣のキックだ、うわーっといっぺんにテリーゴディを突き起こした。140キロ場外に吹っ飛びました。いやすごいですね、とにかくこれはもう迫力とかなんとかという言葉では表現できないですね。いや本当ですね、すごかった。ブルーザーブロディのキングコングキック、そしてテリーゴディをまた中に引きずり込んでまいりました。ジミスルカ、ここはチャンスですね。そうです、パートナーのキングコング相手を飛ばしています。もう一回パワースラムの体勢か、パワースラムが終わった。脳天食い打ちに取りました。テリーゴディも生き返っています。そのまままずカバーの体勢でありますが、ブルーザーブロディがやってまいりました。その間に今度はスタンハンセン、今度はキングコングを場外に突き落とした。スタンハンセンとテリーゴディの呼吸がぴったり。さあダブルの攻撃、何を見せるか、ダブルの攻撃。さあおっとおっとおっと、2人がかりで後ろに投げ切った。そしてスタンハンセンとテリーゴディ、フットボール、フットボールタックル、ダブルだ、ダブルだ、いったぞ、ダブルのフットボールタックル。すごい迫力ですね、山さん。とにかくね、相手チームの強さをお互いに知り抜いているので、もうありたらあらゆる方法を試みてますね。はい、テリーゴディも絶好調でこのリーグ戦に乗り込んできた。そしてもちろんスタンハンセンも絶好調であります。日本での人気度、実力は俺の方が上と思ってるでしょう、さあ思い切って今度はエルボーを打ってまいりました。スタンハンセンはやはりスタンハンセンはジミスルカを的にしているようですね。そうですね、もうそろそろ危険な香りが近づいてき、ありますね。大きな大きな山が訪れたような感じがいたします。何しろ得点争いですからね。そうです、最多優勝チームが優勝。優勝戦は12月の11日日本武道館でございます。何しろ取りこぼしのできない、毎日毎日もう本当にスタミナを消耗するリーグ戦でございます。得点、勝った方が2点、負けた方は0点、時間切れ引き分け、それぞれ1点、両チームリングアウト0点という、もう両チームリングアウトだけは絶対に両者、やってのけてはいけませんね。そうですね、もうこれはマイナスポイントが大きいですからね。そうなんですね。さあまたジミースルーカーが捕まってしまいました。やはり今までの流れ見てますと、山さん、この戦力的にはジミースルーカーがやっぱりちょっと弱いですかね。そうですね、ないですか、今ちょっと打たれてますけど ね、まあ、ね、結果論ですが、今のところやられてますね。今のところやられてますね。さあなかなかブルーザーブロディとスタンハンセンは1対1で対決を見せません。対決を嫌っている、そういうような感じがいたします。さあ再びテリーゴディとジミースヌーカーがやり合っています。ということになりますと、勝ちを呼び込まなくてはいけないわけで、パートナー同士の動きが本当に重要になってまいりましたね。そうです、ですからここの今日の勝敗がもしつくとすれば、やはりゴディとスヌーカーの動きでしょうね。そうなんですね。さあ公式戦は30分の一本勝負で争われておりますが、さあスタンハンセン、テリーゴディチーム、ハンセンが出てまいりました。やや動きの止まったジミースヌーカーを捉えて一気にここで行った。ウエスタンラリアットは温存、ウエスタンラリアットは温存しています。ジミースヌーカーの動きが完全に止まりました。ちょっとブルーザーブロディ鳥獣組は危険信号。さあ鳥獣、ブルーザーブロディがセカンドロープまで上がりました。さあ再びこのブルーザーボディとスタンハンセンの一騎打ちを見たいと思います。技術、スタミナ、精神面などあらゆるファクターがこの勝負の行方を決めると思いますけれども、果たして今後どういう展開、どういう勝負になるんでありましょうか。全日本マットで初対決のスーパースターナンバーワン決定戦のその第1ラウンドが今行われているわけであります。リング上、スタンハンセンがジミースヌーカーを捉えました。勝負をジミースヌーカーに、山田さん、ブロディはちょっと預けているという感じですか。そうですね、はい、しかしね、まだ心配なしと、見ているから助けに入らないものと思います。なるほど、ちょっと戦況今のところ伺ってるんですね。そうですね、ということはジミースヌーカーの実力も十分にブルーザーブロディは知ってるからですね。そうです、パートナーとしてですね、どういうスタミナを持ってるか、あれよく知ってますからね。ジミースヌーカーが頼るレスリングを見せています。今度はまた人間魚雷テリーゴディ、体が一回り違います。140キロ激突、ロープに飛んだ、また激突か、ジミースヌーカーが飛び上がった。さあスーパーフライ、うわすごい、さあカンフー、カンフー殺法を狙ってました。スヌーカー、あーっとヘッドパットは失敗。さあテリーゴディの動きもいい、エルボー失敗。いやー迫
迫力満点、まさに超夢のカード、ドリームカード、すごいパートナー同士の対決も見応え十分。さあ魚雷ラリアット一発打ちました。そしてスタンハンセンの表情をちょっと盗んだテリーゴディ、おっとジミースヌーカーがかなりダメージを受けている。山さん、そういう合図を今ハンセンに送ったようですね。そうですね、完全にそろそろ行っていいかというつなぎですね、はい、そうですね。それにハンセンが今うまくうんとうなずきました。ここでダブルの攻撃が見られます。ハンセンとテリーゴディのこのあうんの呼吸というのは素晴らしいんじゃないですか、出来上がってますね、出来上がってますね、あー不沈艦が空を飛んだぞ。さあここが大きな山のようだ。さあジミースルーカー抑え込んだ、カウントをカウントは入りません、カウント未完成。止めておいて、一気に跳ね返しましたね。そうですね。さあスタンハンセンだ、戦力的にやや弱い。ジミースルーカーを抑えた。さあウエスタンラリアットだろう、ウエスタンラリアットだろう。おっとジミースルーカーまた一回行った、今度はシャーフライング、あっとおっと膝を当てました。フライングボディアタックに行ったんですが、スタンハンセンの左の膝がジミースヌーカーの膝に当たりましたね。そうですね、両者ナックダウン。さあどっちが勝つか、ジミースヌーカー、ジミースヌーカー勝つか。ずーっとローンバトルで頑張っているジミースヌーカー、ブルーズ・アンブロディがどこで出てくるのか。ヘッドバット合わせて、ここでさあここでダイビングタッチか、ダイビングタッチか、まだ行かない、まだ行かない。ハンセン追いかけるか、ダイビングタッチ見せた、行ったぞ。さあブルーズ・アンブロディ、いや一気に行く。さあ投げた、テリーゴディを投げた。次は誰を投げるか。さあ相手はやはりスタンハンセンだ。さあ抑え込んだ、カウント、すごい勢いでコバの体勢、キングコングのパワーです、ブルーザーブロディの力です。そして耐えるスタンハンセンのパワー。さあおっとおっと、両者組み合いました、バックを取ってる、今度はハンセンバックを取った。さあバックドロップで投げ切った、キングコングを投げ切った、スタンハンセンが投げ切りました。さあもう本当に1対1の対決、まさに夢のような、力対力の対決。さあどうなっていくんでありましょうか、どうなっていくんでありましょうか。すごい対決、誠に迫力十分、スーパーヘビー級の迫力を十分に見せてくれています。黄金カードの激突でありますが、さあクローザーブロディとハンセン一旦場外に出ました。何しろリーグ戦の公式戦でありますので、得点も両軍非常に気にしています、両軍気にしています。場外に出ますと両軍リングアウトで0点ゲームでありますが、キングコングブルーザーブロディ、ハンセンを追い込んでいる、場外でハンセンを追い込んで、さあキングコングブルーザーブロディが、さあスタンハンセンを捉えた、どうやらパイルドライバーがおっとうまく返した、うまく切り返しました。さあ場外はブルーザーブロディとハンセンでありますが、ジミースヌーカーも足を取った、ハンセンの足を取った、テリーゴディとハンセンの呼吸がかかり、なんとか勝負を拾おう、そういうゲーム展開になりましたね。そうですね、しかしその辺は必死の攻防ですよ、必死の得点2を争うゲームになりました。そういう流れを実に冷静に判断しております、スタンハンセンとテリーゴディでありますが、必死で食らいついて場外外に持ち込もう、持ち出そう、そういう作戦に切り替えたのがブルーザーブロディとジミースヌーカー。もうこうなってまいりますと、やはりリーグ戦ですから得点が気になるところですからね。あっとここでゴングが打ち鳴らされました、4人の選手がとにかくです、すごい勝負になってましたけれども、最後はどうしたんだ。最初にリングの中にいますのはハンセン組でありますが、ハンセン組の勝利か、この大事な一戦でハンセン、テリーゴディが勝ち点2点を挙げたのか、キングコングブルーザーブロディ、ジミースヌーカーチーム0点ゲームなのか、まだはっきり言いたしません。今発表です。おっと今発表がありました、両チームリングアウト、両チームリングアウトで決着なりませんでした。勝負タイムは17分14秒、両チームリングアウトということで、大会2日まで0点ゲームでございます。ブルーザーブロディ、ジミースヌーカー、スタンハンセン、テリーゴディ、本当に世界の超強力スター、ちょっとポスターがもう一度も返しました。すごいリーグ戦のドリームカード、まあ、プロレスの大根の真髄をもう本当に満喫させてくれました、まあ、ザ・グレートレスラーブロディ・ハンセンは世界マット界の宝でございます。これがスタンハンセンとテリーゴディ、ブルーザーブロディと、それからジミースヌーカーはオラケンホールのずっと平壇のずっと上の方、ご覧ください、もう超満員のお客様で、お客様の頭しか見えませんけれども、これだ、ブルーザーブロディとジミースヌーカー、ブルーザーブロディとジミースヌーカー、まあ本当にこの
世界で初めて実現したこの夢のカードですけれども、どうでしたか山田さん、結果的には両軍引き分けですけどね。そうですね、まあ得点にはね、流れなかったんですが、はい、まあ凄まじい試合を見せてくれましたね。そうですね。